はい、チカパンです。1万個以上のパンを食べ歩いたパンマニアです。美味しいパンを食べに行きたい。でも頻繁に行けるわけではないから、できたら時間のロスなく一度でたくさんの美味しいパン屋さんを回りたいですよね。この動画を最後まで見ていただくと、何曜日のどのルートで行けば時間のロスなく美味しいパンに出会えるかがわかります。パン旅をテーマに投稿しているので、次の動画を見逃したくないという方、チャンネル登録して一緒に美味しいパンに出会っていきましょう。今回は湘南パン旅、それでは行ってみましょう。相鉄線、小田急線、横浜市営地下鉄ブルーラインが通っている湘南台駅の西口 D を出たら徒歩で8分。大きな通りに面したところにパン工房ひまわりはあります。インスタでは何度か交流を持たせていただいているこちらのお店、やっと行ってくることができました。朝は8時からオープンしていて、訪問した9時頃の品揃えはこんな感じ。9時過ぎにフランスパン系が焼き上がるようなので、このくらいの時間がちょうどいいかも。こちらで購入したのはあんバター。クラムは柔らかくクラスターちょいさっくり感あり、北海道産小豆を使用したあんこに有塩バターの組み合わせは甘じょっぱくて最高。肉ゴロゴロカレーパン。神奈川県のブランド豚である高座豚のお肉を使用していて、カレーのスパイスは自家配合しているらしく、後から辛味がじんわり広がります。ペッパーポーク。全粒粉を使用したパン生地はサクフワで、胡椒入りのポークソーセージがサンド。とにもかくにもソーセージがバリッとジューシーで、マスタード入りなのかな？ちょっと辛みも感じましたよ。あんバターの断面は、こんな感じでーす。肉ゴロゴロカレーパンの断面は、こんな感じでーす。ペッパーポークの断面は、こんな感じでーす。続いて向かうのはウルス。一旦場所を江ノ電の鵠沼駅に移動します。本当は3軒目に行くお店も湘南台にあるので、こちらを最後にしようかと思ったのですが、今回は開店時間中に行ってみようかと。駅からは徒歩で7分、熊のロゴが目印です。オープンは10時からで、ハードなパンが多い印象。お店やシェフの雰囲気がなんとなく魔女の宅急便みたいで、初訪問ながらめっちゃテンション上がりました。こちらで購入したのはソーセージのパン。セミハードな食感の生地にポーク 100%、大きな粗挽きソーセージがサンドされています。生地がシンプルだからこそ肉の旨味がめっちゃ感じるパンでした。パンコンプレ、全粒粉 100%、少量の蜂蜜が入っているらしく気持ち滑らかさ感じたかな。トーストすると歯切れよく全粒粉の雑多な味わいが噛むごとに深まります。フーガス、さっくりしていながらも引きちぎるぐらいの弾力も感じたパン生地にグリーンとブラックの2種類のオリーブ入り。オリーブ好きなのでポップにオリーブの字が見えたら我慢できずに買っちゃいました。水曜日限定のパンオルバン。自家製のパン種のみで発酵しているらしく、スライスしている時から酸味が鼻腔をくすぐります。トーストすると食感が変わり、クラストはさっくり、クラムは舌に絡みつくようなしっとりさ。ソーセージのパンの断面は、こんな感じでーす。パンコンプレの断面は、こんな感じでーす。フーガスの断面は、こんな感じでーす。パンオルバンの断面は、こんな感じでーす。最後に向かうのはルートベーカリー。再び湘南台に戻り、同じ出口を出たら徒歩で2分くらい。ビストロの姉妹店らしく、普通のパンも数種類は置いてあるのですが、惣菜パンのさらに上、料理パンと呼びたくなるようなサンドが所狭しと並んでいます。こちらのオープン時間は10時半からです。こちらで購入したのは最高峰プライム牛極上ローストビーフのプチパン。ごまがまぶされたパンにレタス、トマト、マヨネーズ、それにローストビーフがこれでもかってくらい入っています。どこか和な味わいもするタレとの相性も良く、めちゃくちゃ贅沢。大葉でさっぱりサババインミ。こちらはナッツのようなものがまぶされ、香ばしさも感じるパンに、生酢、レタス、焼きサバに大葉入り。油の乗ったサバはもちろん美味しいのだけれど、大葉が入ることで後味さっぱり。サーモン、アボカド、クリームチーズのプチパン。こちらのパンは全体的に柔らかめで弾力あり、思ったほどサーモンの主張は感じませんでしたが、その分アボカドとクリームチーズのコクが感じられた一品。最高峰プライム牛極上ローストビーフのプチパンの断面は、こんな感じでーす。大葉でさっぱりサババインミーの断面は、こんな感じでーす。サーモン、アボカド、クリームチーズのプチパンの断面は、こんな感じでーす。ここまでの復習、湘南パン旅一言で言うと、惣菜パンを楽しむということ。今回伺った3件、パンが美味しいのはもちろん、ウインナーもジューシーだったし、パンと料理のマリアージュが最高な料理パンとの出会いも。今回のお店、水曜日から土曜日までなら全て回ることができます。湘南パン旅、参考になりましたでしょうか？パン旅をテーマに投稿しているので、次の動画を見逃したくないという方、チャンネル登録してくださると嬉しいです。次はここに行ってほしいなどありましたら、コメント欄で教えてくださると嬉しいです。それでは次のパン旅でお会いしましょう。